こんばんは、平井弘明です。今回はですね、ヘッドの出し方、手首の返し方っていうのをやっていきたいと思います。まあ、前も似たのやったんですけど、ヘッドを出すイコール手首を返すと思ってる方がいるんです。そう、だから手首を返すのとヘッドを出すのはもうまた違う。ちょっと動きでやったらわかるかな。ちょっとやってみます。平井弘明のワンナップゴルフ。手首を返さないでヘッド出しますね。手首を返さないでヘッド、これね、うんうんうん、これ手首返した、あでヘッド出してる、はいはいはい、手首返さないでヘッド出してる、うん、そう、これの差。一回返すね。これ返してる。はいはい、はい、うん。これ返さないで出してる。はあ、ね、この時点の違いやるね。これがヘッドを返さないで出してる。うんうん、これがヘッドを返して出してる。うん、これの差。球筋が全然変わるんだね、うん。で、これをなんでやろうとしたかっていうと、うん、ヘッドを返さないで、ヘッドを出してくださいって言ったら、うん、8割の方がね、こうやってやるの。あ、そう、こうじゃん、うん、こうなるのね。出てないね。出てないでしょ。そうだから返さないイコールヘッドを出さないになっちゃってるのね。あ、同じになっちゃってんだ。同じになっちゃってる。だから返すイコール出す、返さないイコール出さないになってるのね。要は二択じゃないじゃん、うん、うん、二択になっちゃってるのね。うん、そうじゃなくて、返さないけども、うん、ヘッドはこれ出してるじゃない、うん、うん、こうなってないとダメなんだね。こういう感じ、うん、うん、これが出してくださいって言うとこうなっちゃう、うん、うん、あと出さないでくださいって言うとこうなっちゃう、うん、こうやって、だからこっからこうなってればいい、うん、うん、その違いがすごく、うんうん、なんだろう、ヘッドは出していいけども、うん、球をねじりたくなかったらヘッドは要は返さない。そうだよね。うん、で、まあドロー打ったり低い球打ったりいろいろやるときは、うん、ヘッドを返していない、うん。で、もちろんヘッドも出していい。うんうん、そのクラブの向きだよね。うんうん、だからこうなることってフルスイングではないから。うん、この動きは良くないんだよね、うん。こうなってなきゃいけない。返さなくても出さなきゃいけない。うん、あ、これを分かっていただきたいんだよ。なるほどね。あ、これはもうアプローチでも一緒、うん。うん。アプローチでもドライバーでも全部一緒で。うん。うん、そのクラブの要はフォロースルーへの出し方っていうのがすごくポイントっていうか重要なのね、うん。とにかくヘッドは絶対に出さなきゃいけないから。そうだよね。うん、出さないことがないから。その出し方についての動画をちょっと撮りたくて、実際にそういう方が何人もいたから、あ、出してくださいって言うとねじっちゃうってこと、そうで返さないでくださいって言うと出なくなっちゃう、うん、あ、そっかそっか、うん、ことがあったから両方出しますよっていう、うん、あれだもんね、この前背屈でやったのは、うん、返さないで出してる、そう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 、まっすぐ押してるんだよね、あれは。分かるね。でしょ。そう、結構ね、見てんの、ゴルフの YouTube。そう。背屈は返さないで出してる。そうだよね、まっすぐね。そう。だから球も浮くし、うん、出してるから捕まるし。そうだよね。そう、返さなくても。うん。さすがっすね。そうです。もう安心しました。動画は以上になります。早いな。これがね、ほんと重要よ、でも。そう。めっちゃ重要。でも強く打とうとすると、やっぱり返しちゃうのかな、うん、返しちゃう。返しちゃうね。返しやすいよね。そうだよね。うん。ただ、返す、うんと、強く振るときって、ライン出しとちょっと分かれるから、それは俺は全然 OK だと思うのね。うん、強く振ったときに返っちゃうっていうのは、それは、俺はありだと思う。うん、もちろん、返すと返さないの間もあるってことじゃない。返す度合いってこと？度合い。うん。うん、だから、強く振るときも、ちょっと返してあげる。ぐらいだったら問題ない。もちろんその返しすぎると
いい球も出る時もあれば球もこう散っちゃう時もあるんだけど、やっぱりドローが出るの、うん、ドロー系になっちゃう、フック系統になることが多い。もちろん軌道を変えればフェードにはなるんだけど、イメージが湧かない方が多いんだよね。あ、確かに。そう、俺なんかはフェードもこうやってこうやって打つから、ね、ああそうだね、うん、こうは打たないから、ああ、うん、絶対にこうやって打つから、はいはいはい、はい、うん、だから両方返すんだけど、うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、両方返す、返さないとただのプッシュスライスになっちゃうから、はいはいはい、一回引っ張るために返してこうやってフェードを打つ、うん、捕まえてフェードを打つ、そう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 、だからその距離も落ちない、ね、うんうん、だからそういう両方返す人もいるし、もちろん全部返さない人もいるし、うん、そう、ご自身はどっちですかっていうことになってくるんだね、またね、あ、うん、だから、あ、そうなんだ、じゃあこれやってみようっていうのは危険なんで、まず自分は両方打ってみて、うん、こっちの方がやりやすいなっていう方をメインとしてサブをどっちにするかっていうような、そんな感じを見つけていただいた方がですね、うん、うん、なんで一応その両方ヘッドは出しますよ、ただその中に返しますよ、ヘッドは返しますよ返しませんよっていうこう2パターンがあるっていう動画を一応撮っていきました。練習でですね、これもお試ししてやっていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。